あのオールスターの小野菜でもさ、あのお母さんに電話して、あれすごかった、俺めっちゃ迷ってんから、俺あれマジですごい、いや俺もなあれ意外とな、俺台本決まってるかと思って、一瞬もしかしてそのコーナーやから、うん、おかんに電話して5回コール以内におかんに繋がったら賞金が倍になっていくって、ほんで繋がれへんかった時点でその賞金は終わりってなるって、ほんでそれを山分けするっていうね、そうあったんすよ、コーナーあったんすよ、オールスター高野菜で芸人160人がいてね、あれさ、しかもさ裏話でさ、あれな、あのスピーカーにせなあかんねん、あのマイクで ね、ほんでじゃあ岩橋くんどうぞとか言って、まあなんか僕なんかこうボケたりなんかしてる間に、あれね、スピーカーのボタンを押す前に、うん、あれね、結果的には岩橋すぐ繋がった、すげーってなってんけど、スピーカーに繋がる前にちょっと俺もなんかあの普通のスピーカーじゃない状態でおかんに電話かけて持ってって、そのボケてる時に、はいはいはい、ほんでそこで、うん、多分やで、うん、2回か3回ぐらい鳴ってて、うん、あ、やばこれ繋がってると思って急遽スピーカー押した時に、うん、表上は1回目やったけど、うん、多分4回目そんなことないですよ一発で出てますこれお前、これ下手したらお前5回以上超えてたらお前これなあ、あれどうなんねんってなるから、これなかなか言われ、いやでもこれは定かではないからね、5回以内やからね、全然定かではないからね、結果出てるし、5回以内ですから、うん、でも俺もあって、あかかってるって、うん、そのだからそのかかってない状態の時は確認してて、5秒、その結構時間なかったもん、そのあまだかかってないなって確認してから、あかかってるって思うまで短かったから、うん、もう全然大丈夫ですよ全然大丈夫です、まあ、確かにあのおばちゃん一個出たと思って、いやあれすごい一発早っと、あれもほんまに神がかってるというかさ、ほんでもしかしてさスピーカーに繋がる前にさかかって持ってたとして、うん、もしもしって出てて、なんなのあんたとか言って、あやばいと思ってスピーカーにした瞬間プルブルーもならんと、いきなり話の途中から始まってたら、あいつなんか不正してんじゃんとか、そうそうや、ね、あるやん、怖